ゴイチポッドキャスト始まりますゴいちさん今日はどんなテーマでしょうかこんにちはゴいちです今回は春の家庭菜園ちょい技10点という話題です果たしてあなたは何点ご存知でしょうかで、このちょい技ですけども自己責任で実践をお願いいたしますねそしてこれらの技を試す時にはですね野菜とか土の具合ですね状態を観察して慎重に行ってください まず1点目。キャベツを収穫したら芯をくり抜いて湿らせたティッシュペーパーかペーパータオルを突っ込む。これは結構有名なのでご存知の方もいらっしゃると思います。収穫後ですね、キャベツの芯をくり抜いて そこにですね、湿らせたティッシュとかペーパータオルを押し込んでですね、保湿して冷蔵庫に入れておけばですね、長く新鮮な状態をキープすることができます。で、キャベツもね、収穫するときにはあの破裂してくるので、できるだけ早い段階でね、収穫しておいてください。芯をくりぬいて、 ティッシュペーパーを突っ込んだ後ですねキャベツ全体をできれば新聞紙でくるむ方がいいんですけど新聞紙くるまなければポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存してくださいこの芯をねある程度くり抜いて湿ったティッシュペーパーを突っ込んでおくということでキャベツがねしおれずに新鮮なまま保存されますでキャベツですね周りからちょっと傷んでくるので新聞紙とかくるんでおくとですねその痛みも遅くなるということでこの新聞紙 と芯をくり抜いて湿らせたティッシュペーパーかキッチンペーパーをそのくり抜いた部分に突っ込んでですねで新聞紙でくるんで冷蔵庫の野菜室に保管しておけばですねそうですね10日ぐらい持つんじゃないですか結構新鮮なまま長持ちします試してみてください スナック菓子の袋をひっくり返して支柱にぶら下げる。スナック菓子の袋を取っておいてですね、それを切り開いて銀色の部分を支柱に吊るしておくことでですね、そのキラキラしている部分がですね、えー、光を反射して鳥とか害虫を寄せ付けなくて安くてですね、効果が上がる対策になります。スナック菓子の袋をひっくり返してですね、キラキラ部分を出して支柱にぶら下げる方法はですね、家庭菜園で 害虫対策、あるいは鳥の対策に効果的な 裏技です。この方法はですね。袋の銀色の部分の反射によって害虫を寄せ付けずですね。野菜を保護することが期待されます。もうあのやり方は簡単でポテトチップスだとか、あるいはインスタントラーメン。最近はこういうインスタントラーメンも袋の内側が銀色になってます。こういう袋を取っておいて、畑に支柱を刺してですね。このキラキラしている部分を利用して、害虫を寄せ付けないようにしてみてください。3。 一つのウネに野菜を混食する。種まきとか苗を定食するときにですね、異なる種類の野菜を混食することで、害虫とか病気の拡散を防いで土壌をね、健康に保つことができると言われています。これはコンパニオンプランツの考え方に共通していると思いますが、ちょっと例を出してみましょう。まず一つ目はトマトとバジルです。トマトはバジルとの相性が良くて、バジルはトマトの害虫の気比効果が あります2つ目、ニンジンとレタス。ニンジンは土を緩める作用があります。まあ、これはあの人参、にんじんが地面に対して垂直に伸びてきますよね。こういうことで、まあ、土が緩むということと、あとレタスはですね、根が浅いんですね。そういうことで一緒に植えることで、互いに良い影響を与えるというように言われています。3番目 キュウリとラディッシュ。キュウリはご存知のようにツルが生えてきて上に上に張っていきますよね。ラディッシュはまあ大根の仲間ですので、えー、地下に成長するということで垂直に伸びる野菜と地面に伸びる野菜ということで相性がいいです。でラディッシュはねそんなに大きくなんないのでキュウリの成長の邪魔をしないと。 思われます4番目ほうれん草と玉ねぎ玉ねぎがある程度成長したらですねその横の方にほうれん草を種まきしておくと。 玉ねぎはほうれん草につく害虫を守ってくれる効果があると言われてます。5番目、ブロッコリーとほうれん草。またほうれん草が出ましたが、ブロッコリーとほうれん草も相性が良くて、一緒に植えることで害虫を呼び寄せない効果があると言われてます。4、垂直栽培。垂直栽培ですね。僕ね、やってます。垂直栽培はですね、畝のスペースを有効活用できるというのと、日当たりがね、うまく野菜に当たります、えー。僕はナスとピーマン。 唐辛子で実践していますただですね、支柱が結構ね、本数いりますので、頑丈な、あと長い支柱をね、用意しておいてください。ナス、ピーマン、唐辛子、えー、こういう野菜について、茎の横に垂直にね、支柱を立てて、茎とその葉っぱを支柱にくくりつけるような、そういう栽培方法です。で、支柱のね、 強度が弱いようでしたら斜めにですね補助の支柱をつけるとかして風が来ても倒れないようにするとかっていう工夫が必要です。で垂直栽培するとですね結構野菜そういうナスだとかピーマン これ上にですね、伸びてきます。これですね、ホルモンの関係だと思うんですけど、上に上に伸びていきますので、支柱はですね、2メートル級の長い支柱を使っておいた方がいいです。そして、時々やはりですね、剪定する必要もありますので、非常に葉っぱが茂った場合は、適宜剪定してください。で垂直栽培をやると、 害虫もつきにくくて肥料もあんまりいらないという利点もありますので、えー、あと畝を有効活用できるということで僕はこのナスピーマン唐辛子は毎年垂直栽培をやっております。5. マリーゴーゴルドを苗で買わずに 種から育てるとということですねマリーゴールドは害虫を寄せ付けないコンパニオンプランツとして非常に有名です。で最初はですねこの種なんですけどでダイソーでですね2袋100円この種を買ってきてポットに種まきしてある程度育ててから畝の脇にですね定食していきます。で大体いい巻く時期は霜が降りなくなってからポットに種まきしてある程度育って 定するとそういうい感じで、すねでトマトとかナスだとかピーマンとかの畝の脇にですね、植え付けていくと、害虫というかですね、線虫ですね。線虫が畝の根の方にね、発生しにくく、病気になりにくい苗になります。それとですね、あともう一つの利点は、 マリーゴールドが咲くとやっぱり綺麗ですよね。目の保養にもなります。6夏野菜の種まきを家で行う。えー、これ配信してるのはあまだ1月なんですけど、寒い時期にやはり苗の準備をしたいじゃないですか。ホーームセンターで 苗を買ってくる方はですね、自分の家で苗作りをするっていうことは不要なんですけども、自分で種まきして夏野菜の苗を準備したいという方はですね、ぜひ家で種まきをしてみてください。で、大体ですね、代表的な夏野菜なんですけど、トマト、ピーマン、ナス、キュウリ、ズッキーニなどなどあります。で、この中で僕がいつも家で育てているのは、トマト、ナス、キュウリ、ズッキーニ。 で、ピーマンはホームセンターで苗を買ってきます。そんなに苗のね、本数が必要でないので、だいたい 4株か5株ぐらいあれば、一夏をね、過ごすことができます。ただ、トマトだとか、ナス、キュウリ、ズッキーニは、結構な株数をね、ウネに植え付けて楽しむので、ホームセンターで苗買ってきちゃうとですね、結構高くつくので、種を買ってきて、家で定食するように間に合うようにですね、春先から苗作りをやっていきます。で、家でその苗を作るやり方なんですけども、種まき用のですね、まあ、あ種まき用というか、ポット を用意するあるいはですね発泡スチロールなんですけどもスーパーに行って発泡スチロールの箱くださいって言ってですねもらえる時があるのであのブロッコリーとか意外とですね保冷して運ぶんで発泡スチロールの箱に入ってるんですよねこういうものをもらってくるといいと思いますで、こういう発泡スチロールだとかですねビニールポットっていうのを用意してまあここに土を入れてですね、えー、発泡スチロールの場合はそこに穴を何個か開けて排水て 用の穴を開けますでいずれにせよですねこういうポットだとかトレイを用意して土を入れてそこに種まきをして水やりをしてですねであと保温してくださいで保温の意味でもですね発泡スチロールの箱がですね意外と役に立ちますですので家の中でもですね窓際とか暖かくなるところで発芽するようにですね注意してみてくださいである程度大きくなったらポットにですね 鉢上げといって、大きなポットに移し替えてですね、少しずつ成長させていきます。で、水やりもですね、適宜行ってください。水差しを使ってですね、水をあげていくと、水も飛び散らないでですね、家の中で育てている場合は、やはり衛生面がね、気になるので、できるだけ綺麗な環境でですね、育てていくといいかなと思います。7、発泡スチロールの箱を利用する。先ほどですね、発泡スチロールの 箱を使うといいよっていう話したので、もうちょっとこのね、発泡スチロールの箱について深掘りしていきたいと思いますで。発泡スチロールの箱なんですけど、スーパーで野菜とか冷凍商品の保冷用に使ってるんですね。で、スーパーに行ってですね、店員さん、あるいはあの、サービスカウンター、こちらに行って、 発泡スチロールの箱欲しいんですけどって言うと、あ、いいよと、どうぞどうぞと言って、ちょっと待ってねって言って、奥の方から出してくると思います。で、段ボールとかよくね、どうぞ使ってくださいっていうことで出してるんですけど、発泡スチロールの箱というのは大体出してないですね。なので、お店の店員だとかスタッフさんにですね、 聞いていただけますかと言えばですね、どうぞどうぞと言って出してくれるお店があると思いますので、ぜひ聞いてみてください。それで先ほど申し上げたんですけど、注意点としては、発泡スチロールの底にですね、 穴を霧とかで何個か開けてください。そうしないとですね、発泡スチロールそのままだと水通しませんので、水をあげすぎるとですね、その土の上に水があの溜まっちゃって、なんか田園地帯みたいになっちゃいますんで、水はけをね、よくしておいてください。で、特にこの冬から春にかけて、まだ気温が低いので、この発泡スチロールを利用することでですね、 保温効果があります。ですので、種まきとか、あるいは発芽した後もですね、暖かく保つことができますので、苗のね、成長が安定するかなと思います。8. お菓子とか海苔の乾燥剤として使っている石灰を取っておく。これですね、乾燥剤としてよく使っている石灰ですね。これをですね、取っておいて、まあ、土にですね、混ぜて、土をね、アルカリ性に傾けるという効果があります。 それから害虫が発生した時にこの石灰の粉末を野菜の葉っぱに振りかけておくとですね害虫が寄ってこないという効果もあります。ですので使い方としては石灰を土の中に入れてアルカリ性に傾けるときあるいは害虫が発生したら石灰をパラパラと葉っぱの上にばらまくと。 こういう使い方があります。ただですね、この石灰ですね、結構強力なので、野菜に対してインパクトがある可能性がありますので、少なめにね、与えて、様子を見ながら使ってみてください。急にね、使ってしまって、野菜にね、ダメージがあるとですね、困っちゃいますので、様子を見ながら与えてみてください。9、納豆やヨーグルトの賞味期限が切れたら、捨てずに畑に巻く。これですね、納豆菌とヨーグルトの菌ですね、これを 活用しますで賞味期限が切れてしまった納豆だとかヨーグルトですねこれは今言ったように菌がありまして、まあ、微生物ですねこれを含んでいまして畑に撒いてですね土壌を改善するという効果を期待しますそれからあとですね土の中に有機物がありますよねこの有機物を分解してくれる効果もありますで納豆とかヨーグルトの期限が切れて ってるのが分かったらですねあまりにも期限切れがですね、えー、その1ヶ月とか切れちゃってると、なんかにいがしてたりするんで、そういうものはちょっと避けておいて、まあ、数日切れて、もう捨てようかなって思うやつ、そういうやつを取っておいて、水で少し溶かしてですね、畝の中に混ぜ込んでおくというのがいいと思います。で、畝の中に納豆とかヨーグルトの余ったのを水で溶いたやつを。 入れるじゃないですかそしたらやはり少しね耕しておいて土となじませておきますその後水をあげて適度に土を湿らせておきますそうすると土の中でヨーグルト菌だとか納豆菌が繁殖して活動が活発になって土がね健康になってきますししばららくしてかか苗の植え付けとかを したらいいかなと思います。で、しばらくしてからというのはどんぐらいかというとですね、少なくとも3週間ぐらいは置いておいた方がいいかなと思います。で、これによりですね、土がリサイクルされましてですね、土壌改良につながってくると思います。結果的に野菜の収穫量が多くなったり、病気が少なくなったりする効果があると考えてます。はい。ラスト10番目。10番目は磁石を使って 土にある鉄分を集めておく。要は砂鉄ですね。磁石を使用して土に含まれている成分を集めることで野菜に必要な鉄分を供給できます。まあ、ただ、揚げすぎには注意なので、この鉄分をね、あの、あんまり揚げすぎなくてもいいと思います。パラパラと土に混ぜ込むような形です。で、最近ですね、ダイソーでも磁石、強力な磁石売ってますんで、これでですね、あの、土をなでなでするとですね、砂鉄がつきますよね。小学生の頃なんかやった記憶もあるんで でですすけど、えー、磁石で砂鉄を集めておきます植物活力剤という液体があるじゃないですかあれにもね鉄イオンがね入ってます鉄分があると苗のね生育に好影響を与えるということで鉄を集めておくといいんじゃないかなと思いますで磁石なんですけど鉄を集めておいてそれをポリ袋とかに入れてですね砂鉄集めておきますで集め終わったら磁石はきれいに洗っておいたりしてあるいは乾いた布で 綺麗に拭き取ってですね、磁石をね、清潔に保っておいてください。で、鉄分は野菜にとって重要なミネラルなんですけども、あまり揚げすぎるとですね、有害になる可能性があるんで、まあ、ちょこちょこっと集めたら、ちょこちょこっと畝に巻く。そんな感じでいいと思います。それで野菜を育ててですね、様子を見て、大きく育ったかなとか、あるいは葉っぱの色をね、確認したりしてみてください。以上、ちょい技。 10点でした。1、キャベツを収穫したら芯をくり抜いて、湿らせたティッシュかペーパータオルを突っ込んでおく。2、スナック菓子の袋をひっくり返して支柱にぶら下げる。3、一つの畝に野菜を混植する。4、垂直栽培。5、マリーゴールドを苗で買わずに種から育てる。 6. 夏野菜の種まきを家で行う。7. 発泡スチロールの箱を利用する。8. 乾燥剤で石灰を使っているお菓子や海苔の石灰を取っておく。9. 納豆やヨーグルトの賞味期限が切れたら捨てずに畑にまく。0. 磁石を使って土にある鉄分を集めておく。最後までご視聴ご清聴いただきありがとうございました。少しでもためになったなと思ったらいいねとぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメントもお待ちしております。 それではまた次回の動画やポッドキャストでお会いいたしましょう。さようならバイバイ。